今日の収録は大変だ。はい、皆さんこんにちは、大川祐介です。今回なんですけれども、久々に今月買ってよかったものをやっていこうと思います。今日はね、かなりリッチな企画になると思っていて、僕ね、動画クリエイターとしていろんな動画を作ってるんですが、飛行機の音が、はい、僕はね、動画クリエイターとしていろんな動画を作ってるんですけれども、この環境はね、もう正直ね、クリエイティビティがアップデートするような、買ってよかったものシリーズになってるので、ぜひね、最後までご覧いただけたらと思っております。それらね、ちょっとね、数が多いんで、どんどんテンポよくご紹介していこうと思います。それでは行きましょう。まず、皆さんこのサムネとかタイトルとか、このね、最初の動画見て、お分かりだと思うんですけれども、やけに観葉植物が多いと。そうです、この7階のスタジオアップデートのために観葉植物を導入しました。はい、でね、ちょっとね、入手したね、ルートが特殊でして、まあ、これちょっと企業秘密なんですが、もうこのね、エバーフレッシュとか店で買ったら2万円とかするんですけれども、5000円ぐらいで手に入れました。はい、このね、エバーフレッシュ、今ね、太陽が落ちてるんで、葉っぱがもうしぼんじゃってるんですけれども、これ太陽が出るとピーンって大きくなるんですよ。で、空気をきれいにしてくれるっていうんで、このエバーフレッシュめっちゃ人気だと思います。で、これはオーガスタっていう観葉植物ね。これは買ってよかったものというか、かなり前に買ったものですね。はい、これは普通に買いました。めっちゃ好きです。なんていうの、南国の雰囲気をね、感じさせるような。で、こっちはヤシ系の木ですね。なんでこの植物にしたかっていうと、まず佇まいが美しい、そして、大胆、大きいですね。で、この2つの要素がすごく大事だったんですよ。なんでかっていうと、僕ね、最終的にはこのスタジオでシネマティック撮りたいんですよ。完結させたい。だから、もしね、皆さんのおすすめの観葉植物とあれば教えてください。で、次にですね、 This is 盆栽。はい、盆栽デビューしました。ちょっとね、管理が難しいらしいんですけれども、これ黒松です。黒松って結構いい値段するんですけれども、これもすごくリーズナブルプライスで入手しまして、やっぱりね、なんでね、植物を今回ね、今月買ってよかったものでご紹介したかっていうと、やっぱりね、緑って動画クリエイターの大事なんですよ。それはいろんな側面において、例えばずっと目使ってるじゃないですか、 PC で。だから目を休ませるためにも、やっぱりね、こうやって緑を見るっていうのがすごく大事なんですよね。あとはやっぱりね、この自然が僕大好きなので、こういう緑に囲まれてるだけで、なんか神秘的な気持ちになるというか、やっぱクリエイティブな発想になるんですよね。っていうのはもう自分で、なんて言うんだろう、体感しているので、ぜひ皆さん一度騙されたと思って観葉植物導入してみてください。はい、次にですね、こちらゼンハイザーの IE100 Pro有線イヤホンですね。で、これはですね、もう今これ耳につけてる方気づいたと思うんですけれども、僕ね、動画編集してる時って、やっぱり AirPods Pro とかって、やっぱ Bluetooth なんで信用性がちょっと薄いんですよね、動画編集において。っていうのは、動画編集って一コマ一コマ、このね、ディティールが超大事なんですけれども、Bluetooth だとラグが生まれてしまうんですよ。なので、僕ね、動画編集の時ってのは Bluetooth イヤホン絶対に使いません。はい、信用できないので。すごくいいですけどね、日常使いっていう観点では。なので、有線のイヤホンとかを常に使用してるんですけれども、このね、ゼンハイザーさんのイヤホンめちゃめちゃいいのでおすすめです。これね、プロのアーティストさんがライブとかで裏で重要な音を聞くために使ってるぐらいのクオリティなんですよね。まあ、そのぐらいね、いい製品なので、もしよければ動画編集者の方チェックしてみてください。次、こちら、アンカーの SD カードリーダーですね。まあ、カードリーダーって結構ごっついイメージあるんですけれども、このアンカーさんってすごくね、安価だし、すごくコンパクト。なので、やっぱりね、やっぱりクリエイティブなプロダクトってのは、動画クリエイターにとっては超嬉しいので、買いました。で、もう一つ、これスモールリグのドライバーキットですね。めちゃめちゃ可愛くないですか？はい。以前ね、スモールリグの、ドライバーセットはご紹介したと思うんですけれども、こっちも可愛いので買いました。なんでかって言って、結構ね、このドライバーセット使うんですよ。一眼ミラーレスについてるこの裏のやつとか、六角ネジなんですけれども、こういうドライバーキットがあると、簡易的につけれるっていうのが魅力です。で、ちっちゃいんで、すごく、ね、可愛いですよね。はい。で、六角ネジだけじゃなくて、ここにね、コイン。コインも磁石でついてるんで、ここで締めたりして、使い終わったら、閉じる。次にですね、こちら、アルファ1。これね、グーパスさんから借りてるんですけれども、このね、
ピークデザインからアンカーリンクス、こちらも最近調達させていただきました。アンカーリンクスめちゃめちゃ優秀でして、本来ねカメラストラップってごちゃごちゃするもんなんだけども、このアンカーリンクスを取り付けることによって気軽にこのカメラストラップを取り外しできると。はい、今何もついてないんですけれども、こういう風にスライドするだけでカメラにストラップを気軽に装着できると。で、なんかねスタビライザー乗っけたりとか、あのストラップが邪魔だなっていう時にはこういう風に気軽に取り外してつけることができます。でストラップもねピークデザインのもので、あの長さ調節が簡易的にできるんで、あの今まで使ってたのが古かったので新しく調達しました。これはね動画クリエイターとかカメラマンにとってはもう必需品だと思っていただいて大丈夫です。あの値段もねすごく安いし、ストラップはちょっとね8000円ぐらいするんですけども、アンカーリンクスはこれ絶対持っとくべきなプロダクトです。次にですね、こちらピークデザイン続きなんですけれども、スリングバッグの 3L、 3リットルですね、一番コンパクトなサイズを購入しました。エブリデイスリングですね、ここにねコンパクトなカメラをまあ入れることができるんで、ガチで撮影するっていう時以外は日常使いとしても全然使えるし、 SD カードとかあとはレンズとか色ね細かいものが収納できるので、こういったミニねスリングバッグを持っとくってのはまあいろんなシーンで使えるのではないかなと思います。でピークデザイン何がいいかっていうと、これあのキャプチャーっていう、あのピークデザインが一番最初に開発したプロダクトなんですけども、これをつけることができるんですよね。でアンカーリンクスとかもこれにつけれるので、ピークデザイン製品を持っているとこういうねバッグを買ってもそのエコシステムがいろんな側面に応用されるんですよね。例えばこれねカメラをこういう風に取り付けることができるんで、胸掛けしながらもカメラがこんな感じにすぐに取り外せてすぐに撮影ができるというのがこのスリングバッグ、そしてキャプチャーの魅力ですね。はい、で今回スリングバッグ2つあります。こちらブラックエンバーっていう、これはねスリングバッグ日常使いとしてちょっとねあのプロダクト勉強のためにも購入させていただきました。質は正直スリングバッグ、このピークデザインのスリングバッグよりは良くてですね、めちゃめちゃしっかりしてるんですよね。でいろんなね細かな機能がついてて、こういう風に磁石とかで気軽に取り外せるものがあって、鍵とかね磁石で簡易的についたりとか、モバイルバッテリー入れてコールだけ出すとか、あとはねこうやってパカーって全部開いて、中でこういう風に開くとテックバッグみたいな感じになってて、まああのモバイルバッテリーとか SD カードとかそういうねクリエイターとしても全然使えるし、まあ USB コードとかコード周りがね綺麗に整理されますよね、とかまあマスク入れるところとか、あとコンパクトだしめちゃめちゃしっかりしてるんですよ。でこのように、はい、磁石で綺麗につくんで胸掛けもしやすいと。なのでこういうねあのプロダクトを今回は購入させていただきました。はい、今回ねちょっと盛りだくさんで結構ねあの急ぎ足になってしまったんですけれども、あの今月はかなりあの大胆に購入させていただきました。全てのプロダクトね本当にクリエイターにとって、いいものしかあの僕はねご紹介していないので、もしよければあの概要欄チェックしてみてください。はい、そんな感じでね引き続きいろんな動画撮っていきますので、皆さん今後もよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さんバイチャー。ごめんなさい、これあれでした、あのパーカー忘れてました。あのトランスインクのパーカー作ったんですよ。でこれめちゃめちゃ質にもこだわってるんで、もしよければ概要欄チェックしてみてください。それでは皆さんバイチャー。